チャンネル。イエーイ。今日は？今日は何を？素潜りをやります。イエーイ。素潜り好きなんだよ私。で一つさ試したいことがあって、このシュノーケルってあるじゃん。うん、これね。真珠持っとって笑った。え、これあげないよ。こいつはちょっと重要だから。え、この辺に置くと置くことできるのこれ？置けるよ。え、あかんやん。素材扱いだから。あ、そうなのこれ。うん。おー、なるほど。あ、取れんかった。雑草だよ。雑草取れんかった。このシュノーケルさ、飛び盛り時代の効果知ってる？速くなる。そう、泳ぐ速度が速くなるんだよね、うん、で、ちょっと今日さ、一人で試してたんだよね、生放送で、うん、だから一人で試してたけど、一人でやってるか分かんないんだよね。確かになんか若干速くなってる気がするんだけど、気がするだけなのかどうか分かんないから、ちょっとこれでちょっと確かめてみたいっていう。一回泳いでみて、実際に。で、片方がなんかシュノーケルなしで、片方がありみたいな。なるほど。で、お互い交代交代でやったらいいか。で、連打しまくるみたいな。それでわかるでしょ。あー、潜った時に速くなるんだっけ。え、普通に泳ぐのが速くなるんだとか。あー、じゃあ普通に2人で競争してみたらいいんじゃない。うん、まあちょっとわからない効果、もしかして変わってる可能性があるから、ちょっといろいろやってみたらいいんじゃない。うん、ちょっと気になるんだよね、シュノーケル結局どうなのかなみたいな。じゃあこっから行きますか。じゃあ俺シュノーケルつけちゃダメじゃん。そうだね。なしか。もが行く？可愛くないこのシュノーケル。ほんとだ。いいね。あれ、ここから行くんだっけ？だって行くのこれ。うわ、ん、すごいなこれ。イエーイ。海だ海だ。海だ海だ。これどっからスタートにする？だってどこスタートにする？ちょここ。うん、向こう岸までとかにする。あ、てかちょっと長すぎるか、うん、すぐ分かるよな。周りに行って、まある程度やったら分かんじゃねえか。あそこの浮き使う。ここの浮き、そう、これこれで、あ、そうか、こっち側に行って近海まで行って、そう、こうちょっと頑張ってこうやって見て、よし、うん、ここか行く。うん、よーいどんでいい、うん、よーいどん。あれ、なんかスタート何だ。俺の方が早かった。私の方がなんか早いんだけど、こっちの画面で。あ、そうなの。ラグラグが。あ、これ速度一緒か、これ。あ、一緒かも。変わらないか。うん、一緒な気がする。なんか変わらないね、多分。うん、潜ったら変わるんかな。ちょっと待ってよ、ちょっと潜って一回試してみる。ここから潜ってみる。よし、うん、いくで。せーの、でばいね。待て、ちょっと潜っちゃった。あ、てか潜った時確かに速くなりそう。シュノーケル、確かにね。わかんないけど。なんか、じゃないとなんかシュノーケルの役割って。よし、やろう、うん、息しやすいだから、うん、いいよ。せーの。なんか俺の方が若干速いな。なんか私の方が速いんだけどな。あ、なんかラグじゃないかも。ラグだね。一緒ぐらいかこれ。わかんないな。ラグのせいでわかんないこれ。もう何回かやらないと。ちょっと待って、これラグ結構あるな。用意ドンみたいなんで、なんかワンテンポ違うな。よし、行こう、もう一回。よし。せーの。あ、なんか遅くない。本当だ、なんか遅くなってくるんだ。変わらない？これどう。変わらない。変わんないっぽい、なんか。変わらないやん、シュノーケル。じゃあもう一回こっからやってみよう。分かった、ちょっと待って。変わらなさそうだね、これ。変わらなそうだな。マジか、今作違うんだ。変わらない、ただの飾りか。いいよ。せーの。一緒ぐらいか、これ。一緒だね、これ。一緒だね、これ。一緒やんってな。こっちの画面で星がめっちゃ速いんだよね。あ、そうなん。うん。あ、でもそれは遊びに来てるからラグかな。多分ラグだと思う。うん。じゃあもう一回普通に、うん、普通の泳ぎで行こう次。じゃあもう一回、うん、よーいドン。一緒ぐらいかこれ、大体。うん、こっちの画面で星めっちゃ速くない。あれ、本当だ。そうなんだ、全然違うんだよね。あれ？え、でも多分、うん、差は縮まらないから。あ、差が開かないから多分同じだと思う。なるほどね、うん、差が開いてないのか。そう、普通の面では
あの私の方が早いんだけど、でも差は開かないからそっから。ってことでシュノークル意味ないってことが分かりました。おら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 。あれこれさ、うん、普通に海の幸とか現れるのこれ。ちょっと遊びに行こう。来るでしょ。遊びに行くか。ないかな。めちゃくちゃ泳ぐの達者じゃないこの人たち。すごい上手いな。お、来た。あ、いるじゃん。ほらせっかくだし捕まえてやろう。あ、ダメだ。いいね。ワカメだ。ワケモン取ったよ。ミネラルたっぷり。え、これアクションできるのか。めっちゃ画質いい。アクションできるの。できる。どうやってやるの。カメラも撮れるよ。え、Z… あ、これか。普通にできるわ。ほんまや。ほんまだ。バシャバシャなるんかな、こっち。バシャ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 なるわ。かわいい。バシャ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 。めっちゃかわいい。いいじゃん、ハッピー。おほほ、すごい器用だな、これ。器用すぎない。器用すぎる。器用すぎやろ、これくしゃみしよう。待って待って待って、これすごいな。ちょっと向かってやったままあるな。あ、足だけなんかバタバタ進む。ちょっと、これすごすぎでしょ。器用すぎない。器用だね。え、なんか楽しいねこれ。めっちゃ器用や。待って、泣きながら。あ、私なんか海に浸かってる。すごすぎない。これガーン待って、寝てる。やばい、寝てないじゃん。寝たふりじゃんこれ。ほんまや、寝たふりじゃん。寝てないよこれ。ガーン面白すぎでしょ。海に浸かってるの面白いね。お、息継ぎしてる。ちゃんと見て、ほらパーパーみたいな。素潜り楽しいね。素潜り楽しい。飛び込みの時さ、素潜りほとんどしなかったんだよね。うん、なんか新鮮だわ。海が綺麗だからさ。そう、海めっちゃ綺麗だよね。うん、めっちゃ綺麗。でもさ、夜の海めっちゃ怖くない。ああ、確かに。うん、すげえ綺麗だな、ほんと。本物の海見たことある人はね、なんか海苦手な人多そう。ああ、なるほどね。本物の海何回も見たことあるからさ。お、ウニウニ結構高いよね。あ、ウニ何円ぐらい売れる。1700ベル。あ、高い。ウニの価値めっちゃ高い。ウニの価値高いよ。お、なんかあると残念でしたツアーさ、復活しないのこれ。確かにツアーなくなったのが結構痛いよね、うん、でもなんか水質の調査を行ってて、うん、で、安全であることが、あ、一緒に安全であることが確認できたから、まあ、素潜り解禁しましたみたいなことを言ってた。そういえば確かに、うん。え、こっちの画面じゃないの。どんだけ危険な海やと思われてたの今まで。ね、まあ無人島だから何がおるか分からんのかな。なるほどね。うん、オッケー。謎の対決してるやん。ウニだ。イエーイ。ウニだ。海楽しいね。うん、このなんか波の動きがすごい。ね。リアルすぎない。あ、ダイバーにある。水の表現が素晴らしい。めちゃくちゃうまいよねこれ。なんか他人がやってるの見るの、旗から見るの面白いな。ムール貝を取ったよ。うん、パエリア。泳いでるの、人がさ、潜ってるの見るの面白い。確かに。見て、ほんとだ。なんか可愛くないなんか。早いな。潜る時間が変わるとかじゃないの、シノークルで。あ、だから一緒だった。あー、一緒だったね。全部同じなのか。じゃあマリンスーツでよくないって。ん、マリンスーツだけでよくないって。そうだよ。あの、シノークルは雰囲気雰囲気っていうか、なんかただの雰囲気っていうことが今回発覚したね、はい、そうだね。前回までは結構重要アイテムだったんだけどさ、うん、これ結構チートアイテムだったからね。うん、あれっていうね。鈴木もなんかこんなところにいるし。バーベキュー。ね、鈴木食われんのこれ。うん。食料だよ。お前食われんの。おい、いなくなった鈴木が。いた。いなくなった。いた。何してんの。おぼね。
よし、せっかく泳いできたから、なんか食べるか。うわー、美味しい、美味しい。なに、これ。いいね、ワニスーツ。これなんだっけ。かわいい。え、こいつなんだっけ。それはシュガー&ミルク。シュガー&ミルクか。あったかい飲み物を飲める、海で冷えた体をね、温めるためのコーヒー飲みたいな。コーヒー、お、半合炊飯ある、うん、めちゃ炊かれてるね。そうそうそう、ご飯もこうやって入ってるよ。ご飯も食べたくなってきたな。うん、お、あれはまさか。ん、あー、リッキーくんの売り土地。リッキー、リッキー、あー、卒業したのか。パネーさんしぶといな。まだ行っていいのか。ワニーさんもいるよね。あの二人しぶといな、結構。いや、ちょっと初期住民なのに写真もらうことにした。あ、そうなん。うん、あの初期住民もらう。逆に初期住民なんでまだ写真持ってなかったんだ。そう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 。パネーさん、なんか物をあげたりあげなかったりだったからね。あと、人兵にばっか話しかけてたから。なるほどね。うん、しまくり、しまくりもさ、めっちゃハマってさ、動物あんまり話しかけてなかったからね。もう日誌の写真持ってるわ。なんか友情だよみたいな感じもらった気がする。日誌しか持ってないでしょ。そう、俺日誌しか持ってない。なんで日誌持ってんのってなる。私も人編しか持ってない。だから結構相当話しかけないともらえないんだよね。ってことは俺相当日誌をネタにしてるってことか、うん、動画で。そう、動画で相当日誌ネタにしてるってことだよね。相当ネタにしてる。なんかよくさ、俺の動画見てる人、ニッシーがこれだけ活躍してる動画初めて見たって言われる。ニッシーが輝いてるみたいな。いや、マジでこの前キャンプサイトにニッシー来たよ。あ、そうなん、うん、勧誘しなかった。いや、勧誘はしてない。ニッシーけどちょっと嬉しかった。ニッシーいつからあんな人気キャラになったの。ニッシー最近めっちゃ人気なんだけど、うん、有名人だから今。あ、シルエットの家、さっきのやつやな、うん、そう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 。ブロッコリーまだおるわ。ブロッコリーとシルエットちゃん隣だからね。あ、そうなん、仲いいんだ。相性がいいんだよ。これ誰だっけ。サッチ。あ、サッチか、さっきいたね。サッチなんかすごい高そうだよね。金かかってそう、このお家の外観。確かに金持ちだからね。洋風、めっちゃ洋風。サッチお嬢様って感じがしない、うん、そうなんだ。サッチ、さっきいたの。てかここさ、うん、ブロッコリーとさ、シルエットさんのさ、休憩所みたいな感じだよ。あ、ほんとだ。そう、まあ動物たちが集まるところみたいな感じ。いいね。うん、でもたまにさ、ワニーさん座ってんだよね。ワニーさん座ってんの。しかも変な方向向いてる。あ、そうなんだ。うん、なんかこうやって座ってる。でオレンジジュース持ってた。ああ、なるほどね。ワニーさんか、懐かしいな。ワニーさんいずれ卒業するのか。ワニーさんも、ワニーさん卒業っていうか、まあ引っ越したいって言ったら後押ししようかな。マジか。ほんまにさ、ワニーさん追い出すっていう、動物好きだから追い出すっていうことが好きじゃないよね。なるほどね。あ、いるじゃん。いた。なんかワニーさんの庭めっちゃ質素じゃない。なんでこんな質素な。ここ、まだ作ってないな、うん、あ、ワニーさん家にいるやん。めちゃくちゃ和風だよな、ワニーさん。え、家やばくない。なんでこんな外観なん、うん、まあ別にいいんだけどさ、今の時代に。いい、ああ、DIY して、ああ、私があげたやつ使ってくれてる。工具棚と体重計とお花。